プリッツって書いてるけど、これさ、ガチャピンじゃね？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン夢見の館へようこそ、お越しくださいました。はい、ということで今回は秋をモチーフにした仲良し村に行きたいと思います。仲良し村は前に言った大自然村、春をモチーフにした大自然村を作った人と同じ人が作った村です。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取り寄せするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで仲良し村に出発。仲良し村に到着。お、いいねいいね、石畳や。夢の世界へようこそ。あなたは今仲良しという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の仲良しの世界をご堪能遊ばせ。ほい、ということでこんな仲良し村に到着しました。とりあえず広場はめっちゃ、おっと、違う違うお目覚めになりません。広場はめっちゃ石畳な感じで、お、梨や梨、そして桃、あ、さくらんぼ、かわいい、さくらんぼかわいい、いいねそしてキノコの看板、キノコ栽培所。あ、なるほど、ここがこういう感じでキノコを育てているわけですね。なるほど。私めっちゃズカズカと入ったけど大丈夫かなあ、この辺なんかめっちゃ道になっとっていいね。はい、そして、あ、アルベルトじゃない、君。はじめまして、他の村から遊びに来てくれたの？ここは仲良し村、ゆっくりたっぷり遊んでいってね、ですの。なんか今プリッツが見えたような気がするぞ。お、待って、なんか看板が。テントやキャンプ場ってことかな？キャンプ場。ここがキャンプ場なわけだね。なるほど、いいね。ここでまったりまったりと。アルパーカーズの裏にあるんやね。あ、君、君だよ。プリッツ美味しいな。プリッツ美味しい。プリッツいいよ。ということで、今回私はプリッツになるということで。よき。よき。お、来たよ来たよプリッツ。あれよね、大自然村、大自然村の方にもプリッツの家あったよね。え、何、双子、双子というかもはやクローンそんな感じですけれどね。だって完璧に石あったもんね。あ、見てこれかわいい。プリッツって書いてるけど、これさ、ガチャピンじゃね？ガチャピンやん。え、めっちゃ可愛いんですけど。いいね、いいね、あのシャツ。ほい、そして。あ、もしかしてあれかな？あっちの大自然村の方にもまあプリッツさんおって、こっちの仲良し村の方にもプリッツさんおりやん。この村を作った作成者さんのツイッターがさ、プリッツさんって言うんよ。多分プリッツめっちゃ好きなんやね。多分めちゃくちゃプリッツ推しで、どっちの村にもプリッツが、プリッツさんがいるんだと。ポッキー、ポッキーだ、ポッキー。ポッキー美味しいな。ポッキーよき。よきよき。私は断然トッポよりもポッキー派です。あー、いいね、いいね。ポッキーの部屋なんかちょっとオシャレ。なんかちょっとオシャレっぽく見える。いいね。あ、細いタイプもいいよね。極細タイプの。なんか極細タイプって、ちょっとなんか量が多い感じに多い感じがして、ちょっとね、お得な気がするよね。かわいいな。ポッキーってなんか、色合いかわいいよね。オシャレーい。昔はトッポもよく食べよったんやけど、最近、なんかポッキーばっかりな気がする。ん？ってことは、あと一人は誰だ？ここだね。
赤いよ、赤い。いやでもな、こっちピンクやもんな。ポッキー。ポッキーが赤い気がするけど。赤誰やろ。大自然村は、プリッツと、じゃがりこと、カルビー？ポテチやったやん。ポテチ、カルビーじゃない。ポテチやったやん。こっちは？プリッツ、ポッキー。その並びで来る？トッポとか来る？もしかして。違うよね。誰？ん？何これ？ジャガビー？ジャガビーや、ジャガビー。なるほど、そういう感じ。そういう、あ、何これ、なんか保護色みたいになっとったけど、これ、服か。なるほど、なるほど。ジャガビーだ、ジャガビー。ジャガビー好きよ。じゃがりことはまた違った感じでいいよね。なんか、じゃがりこは、ほんとなんか、カリ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 って感じやけど、ジャガビーはサク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 って感じ。わかる？え、でもどちらかといえばじゃがりご派なんよね、私。うんうんうん。ジャガビーは、どうかな、醤油のやつが美味しいかな。普通に、薄塩でもいいんやけどね。え、待って、ジャガビーさんは？ね、ジャガビーさんはおらんやん。ジャガビーさーん。あ、え、これ落とし穴なの？マジで？マジで？くっ。ってことは、ところどころにあるのはもしや落とし穴なのか？え、ジャガビーさんおらんねやけど。え、ジャガビーさん？え、ジャガビーさん？おらんよね。え、なに？どこ？プリッツさんやんね。え？で、ポッキーさんやろ？これ。え？ジャガビーさんは？え？いない！いないぞ！え？いなはい！なんで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 ？ジャガビーさん行方不明なんやけど。え？さっきの家の中に隠れとったとかいうことはないよね。え？そんなことはないよね。え？なぜなぜなぜ？一人だけいないんだけど。え？普通家の近くにおらん？おるやろ。ほら、この二人はおるのに。ちょっと待って。え？え？いないぞ？なぜだ？え、いた？何？どこにいたの？君。え、どこいたの？ジャガビー美味しいな。まあ、セリフは分かってたけど。分かってはいたけれど、一応ね。で、一人だけ、家がね、離れたところにあるんやけど、あれがきっと、村長さんの家やと思うよね。てか、あれなんやね、ツイッター、プリッツさんで、両方の村にプリッツさんおるんやけど、村長ではないんやね。大自然村の村長さん、シュンさんやったはずやけん。さ、この仲良し村、お、ちょっとなんか、え、和風なんかと思ったらそうでもない。え、なんか和と洋の融合みたいな感じ？どうも。お、同じシュンさんや。楽しんで、楽しみます。サバンナ初めて見た。あら？もしかしてお客様ですかってば。ちょっと寝ぼけ気味なので、何ももてなしすぎませんけど、ぜひ楽しんでいってくださいね。ありがとう。じゃあ、お邪魔しますね。でも、豪邸やんね。やばー！中完璧に洋風やった。完璧に洋風やった。なるほど、なるほど。そういう感じね。でも、シュンさん、医師やんね、名前。もしや、掛け持ち村長さんなの？もしや、掛け持ちなの？すごいな。二つの村を切り盛りしている村長さん。はい、左側は、何？なんか、自宅レストランみたいなんだけど。レストランやん、やば。いいね、いいね。いつでもバイキングが、多分ね、お抱えの、お抱えのシェフとかそういうのがおるはずよ。素晴らしすぎるんですけど、いいね、いいね。でもやっぱり多分家族しかおらんけん、こう3人分ぐらいしかね。なんか1人はなんか、離れたところに座っとるし。ほい、そして、奥の部屋へ。お、奥は和風や。いやー、やっぱ落ち着きますね、和風は。釜飯、釜飯。めっちゃ火つけたり消したりしよった。ポチ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 。
なんかこういうね、日本人形とかってさ、ちょっと可愛いんやけど怖いよね。なんか髪伸びてきそうな気がせん。いやなんか結構おじいちゃんおばあちゃんちって玄関先とかに飾っとるけどさ、開けた途端に見たらなんかね、ちょっと怖いやん。お面とかもね。はい、そして右側の部屋へ。右側は？ベッドだけの部屋。あ、すごいすごい、転がって渡っていける。やばい、足の踏み場もないほどベッドの部屋なんやけど。これぞ寝室ですね。なるほど。なんかこうやってね、他の空間広々として使っとるのに、寝室は結構ぎゅうぎゅうめな感じで、まあ、その方が落ち着いて寝れるんかな。そういう感じ？おー、2階！え、庭だ、庭だ。私、こういう雰囲気マジで好きなんやけど。このね、超田舎の景色みたいな感じ。え、めっちゃ良くない？すごい落ち着くよね。こういうところでのんびりと、キキー。のんびりのんびりと、まあ、おにぎりを食べながらね、見てるわけですよ、畑を。トウモロコシ畑を。いやー、いいねー。いいね。なんか自分が住んでるところがさ、結構なんか、歩いていける範囲だけでも、何でも揃いそうな感じの場所に住んどるけんさ、たまーにこういうところに行って、なんかリフレッシュしたくはなるよね。はい、そして地下へ。お、お風呂や、お風呂。これはなんかよく厨房とかに使われとる床かな。ね。まあ、でもこれ、排水口みたいなのが下にあるけん、お風呂でも。いい感じ。お湯加減はよろしいでしょうか。いいね、いいね。ほい、それじゃあ。なんかあれはね、お客様とかに見せそうな感じの場所は、綺麗な感じにして、なんか自分たち家族しか関係がないような寝室とかは、結構無頓着な感じなんかな。まあね、寝室なんてもう寝れたらいいやぐらいの。まあ実際そうなんやけどね。寝れたら全然それでいいんやけど。はい、ということで、広場はどちらかしら？こっちか。あ、こういう感じでなんかね、なんていうん、こういう十字路にトピアリーとか置いとくのめっちゃ可愛いなって思うんやけど、ね、いい感じじゃない？そう、置き場所とかもすごい参考になるよね。ああいうの私絶対こういう海岸沿いとかにポッて何の脈絡もなく作ってしまいそうな気がするけんさ。ん？ここの特産品は何？レモンなんかな？関係ないんかな？あ、でも他のものも普通になっとるか。なんかレモン多いね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。え、なんかすごいお菓子大好きなんやろうなっていうのはわかる。いいよね、なんかそれを題材に部屋を作っていくみたいな感じ。